ご飯行かない？海くん、それってでも私今夜は予定が。なんか会員限定みたいなところでさ、舞台の感想の続きでも聞けたらなって。今日はその大切な日で、今までもずっとこの日のためにもう行かなきゃ。好きなのその彼のこと。何言ってるの、やめてよ。彼はただの同じ大学の人で。好きみたいだよ、千鶴ちゃんを見てると。一時期は何をするにも落ち込んでいたのに、おばあちゃんの具合がいいのかなと思ってた。でも前向きになれたからだったんだね。好きじゃない、でも好きじゃなくもない。